ンタマンしてきてますとかですね。今度がチャンスですね。もうあえてちょっとね、勉強で。まだ勝てるかな。ここから上がってるかな。こんな長すぎるもんね、もうね。打ち方が。もう続かないわ。今日6本ですね、打ってね。電動自転車のバッテリーが売ってたんでね、僕の16アンペアだけ20アンペアっていうのがあって、4万5000ぐらいで買えるんですね。ロビンに入れくていいね。このね、テニスコート場に買ったあの土地までが、ね、あそこまでが10キロぐらいあるから、
それでね、あと家庭菜園にいいかなという、また住宅建てるのにいいというところね。霞ヶ浦に買ってて、そこまで25キロなのね。あ、5キロか、あっちの方はね、大竹の方は、あ、鉾田市の青山っていうところなんですね。あ、5、6キロ、こっから。で、霞ヶ浦に買ってある土地が25キロ片道ね。電動自転車で行くとね、バッテリー買える怖いから、もう一個買っておくとね、4万5000円と持ってたらいいな。そうそう、最悪帰りに切れてもカートリッジと交換できるから。上がったね、やっぱいいね。うん、上はね、ご飯は上行きたいからね。バターどこだったの、あっちなんかあったか。こう見尽くすんですね。で、何回もね、何回も稼げるとこ見て、投資しないで何回も確かめるんですね。だから今日これだけしか売ってないの。だから慣れてきたらね、どんどん資金が増えてきたら、資金をね、過ごしてね。お、そろそろ上が出始めてきたから。これ上がいいとこですよ。ね。こう、吐いて、5分だね。吐いて5分ぐらいじゃないかな。そろそろ行くかなって言ってるね。難しいけど見えるかな。超ハイですね。ちょっと見てくれ、ちょうどいい具合だから。下がっちゃうかな、多分。まだわかんないね。
下がっちゃうかもしれないわ。うん、USJ ってないね。ゲージが5分がちょっと出たり してたんでね、反発が多くなるんですね。ちょっと落ちるかもしれない。半分ぐらいこれ出ると思うな。これはもっと落ちるかもしれない。やっぱ落ちたね。ここは怖いところだな。逆に落っこっちゃうかな。怒っちゃったね。ゲージ怒っちゃったからダメだね、これね。これはあかん。逆ゲージになっちゃってるでしょ。これはいかんですよ。今度下に落ちそうだね、こっから。ね。こっから下に落ちそうですよ。今度こっち下ラインだね。ね、これも出てきたからね。と思ったら5分が上ゲージで来ちゃったよね。だから上ライン、こっから上かな。ね、こっから上に行く。また上だよ。ね。わかんないとこだね、今ね。ゲージが上来たから上ないんだな。上に上がりそうだね。だけどもうちょっと勉強しとこう。打ちたいけどね。分かんなかったら調べてみる。何度でもやっていいんだから。ね。ここから上だと思う。その。
多分曲がりに反してるエレクトリだから全然強いですね。下に反発しますよね。やっぱり上ページか、反発はしないんだ、うん、ちょっと待って、あ、しまっちゃった、消毒しとくか、ちょっと角かな、やっぱし上がってきたね、すぐじゃないんだな、60秒じゃやられてたかもしれないな、やっぱね、あーやられちゃうね、上がりはあるんだけど片手に通って負けるような形なんだね、うん、そういうすんなりしないんだな、そろそろ上がる時だな、
そうだから、上がった時なんだな。ここで打っときゃいいわけですよ。ここでね、上にね。来てたんだから。ちょっと打つ気合がないね。